栗山町で農業をやっております正井と言います。畑作がメインで、水田に関しては全て転作をしております。今70兆作っております。はい、トラクターについては、40年ぐらい前から、2本のトラクター使っております。今現在につきましては6台トラクターあります。そして、メインのトラクターについては T7270 の、オートコマンドを使っております。私の作っている作物は、小麦、種バレーショー、大豆、それとミートリコーンです。ニューホの精密農業につきましては、3年ぐらい前に、話を聞きまして、興味を持ちました。また私自身はそのトラクターに乗るのがあまり上手でありませんので、その、畝をまっすぐ切りたいなと思って始めたのがきっかけであります。精密農業の機械につきましては、体の負担がかなり減ると、それと時間もかなり短縮できるのが魅力だと思っております。日本ニューホランドは、壊れた時の部品の供給が早いのと、新しい情報を次から次と持ってきてもらっているので非常に助かっております。日本ニューホランドから買っている理由としてはですね、他のメーカーよりかなり、GPS の精密機器については進んでいると思います。それによって、サービスもいいのと両方で、ニューホランドから買っております。精密農業の将来についでは、自分的には、楽して仕事をすると、それとまた今の若い者に、楽しい農業をしてもらうには、やはり、何歩かでも肩を楽にしてトラクターに乗ってても楽しいような、仕事をしてもらわなければ、だんだん今の若い者も、昔のことばっかりやってたんでは、進歩がないのかなと思っております。自動ソーダはですね、最初は、若干使うのにこう覚えるまで苦労したんですけど、テレビのリモコン調整する人であれば大体の人は使えるんじゃないかなと思っております。自分も自動ソーダについては、今年からやってるんですけど、これからつけようかなと思っている人については、若干お金もかかるんですけど、これはつけていかったなと、最後というか、絶対つけてやってみなければわからないいいところがあるので、これはぜひ試しにでもつけて、つけたらいいんじゃないかなと思っております。ニューホランドの機械についてはですね、トラクター、コンバイン、それとまた精密農業の分野に関しても、最先端を行っているのではないかと思っておりますので、私としては十分満足しております。日本の精密農業の将来についてはですね、我々年寄りが若い世代に、バトンタッチするときに、楽しく、なおかつ安全に、仕事をやってもらうために、その基礎を我々が今作って、次の後継者に、渡してあげたいというのが私の思っているところであります。